おとつです。坂です。今回は白猫プロジェクトで深淵の追撃者のね、ガチャが来たということで、ちょっと引いていきたいと思います。まあ今回ね、かなりガチャ上げる前にどんな感じで来るのかなみたいな雑談の動画を上げさせていただいたんですけれども、いやーしんくんとね、まなちゃん、まなちゃんは人魚っぽく見えて、まあ人魚ではないような形で今回来ているというような感じになってるのかな。でまあしんくんがドラゴンライダー、まなちゃんがバリアンというような形でね、まあ新しいスキルとかエフェクトなんかもね織り交ざっていて、とても楽しそうな才能になっているということで引いていきます。まあ今回ジュエル2647個準備させていただきました。まあどっちか来てくれればいいかなと思いつつ、どちらかというと狙いはしんくんであります。まあね、千日記念のキャラクターとかもね、入れ替えで実装される可能性が今非常に高いので、そこまでねジュエル全部消費してまで引いていくかと言われるとちょっと微妙なラインではあるんですけれども、いきます。10連目引いていきます。いや毎度までやっぱ緊張しますよねこのガチャは。おでも一応ロードは入ってる。なんて1,2,3,4,5,6 体、6キャラ幸先スタートが切れるのか。おっ待って、やばいなこれ、マジか。僕らの未来のために、結構任せて、これいやしんくんが一発目に来てくれましたよ。これワンチャンワンチャンワンチャン女の子の方も来てくれてもいいんですけれども、よし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 、でも調子いい調子いい調子いい、しんくんが早々に来てくれたというような形になっているんですけどね。まあそこはね、まなちゃんの方がまだ来ていないというような形で、いやーかっこいいっすよねこの機械系の、ちょっとなんかこのね、この なんだろう、この相手の戦闘能力測れるみたいなちょっと何言ってるかよく分かんないんですけれども、20連目行ってまいります。ロード入ってないね、今入ってないよね。はい、30連目行っていきます。いやでもよかったよかった、幸先スタートを切ることができて、はい、30連目、まあロードが入ったということでちょっと見ていきたいと思います。1,2,3,4,5,6,7 キャラかな。これでまあね、新フォースターとかが来てくれるのかな、ロードが入ったということは。まあワンチャンね、マナちゃんっていう、おおがシンくんに愛されてますね。シンくん僕のこと大好きかな。うん、シンくんのスターのロードっぽいかな今の。どうでしょう、あクラニースターありがとう。あ、シンくんのスターのロードっぽかったかな。まあ行っていきましょうか。40連目かな、ロード入らず。スターとかは落ちてるのかな一応え待って、シンくん出すぎじゃねこれ。なんか星5でも来てるし、なんならマジ。はい、50連目行ってまいります。ロード入らず、うん、ちょっと怪しいな。よろしくお願いします。マナちゃんの方はあんま深追い、なんかドラゴンライダーすっごい来てる気がする、偏ってる気がする、とても。ロード入らず、これまたシンくん来てたりしてね。あ、そんなことないか。いや厳しそうかな、マナちゃんの方厳しそうかな、ロード来ないな。お邪魔します。あ、でも新たに一人加わってる、あークランちゃんね、よかった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 。まだフラン取ってなかったんですよね。まあ残り897、まあ引いてもあと20連かなというようなところで回していきます。あーロードが来ないな、マナちゃんには恵まれてないのかもしれない、これもしかすると。そしたらあんま深追いしすぎてもあれなので、なんか前髪がね超うざいんですよね。ラスト10連で終わっていきたいと思います。まあね、ラスト10連でまやちゃん来てくれると嬉しいんですが、まなちゃん、まなちゃんか、あーロード入んないね。よろしくね。うん、
どうしよう。まあ悩むな、これすっごい悩む。まあでも、もともと新君狙いだったので、そこまで深追いしなくていいのかなと思ってしまう反面、いきますか、ラスト10連いきます。ドードガコナイ、頑張っちゃうわよ。ドードガコナイ、そしてアンドリュー、もうこれ単発いっちゃいますよ。やっぱ入れ替えとかはね、引いていきたいですからね。ロードが入らない。これマナちゃんあれかな、全力で逃げてるな今。いや、ラスト単発引いて、まあしょうがない、今回はシンくんが来てくれたから、まあ良かったとしましょう。はい、まあこのような形で、まあ早々にね、シンくんが来てくれたものの、マナちゃんの方はゲットできずということで、まあどうしようかな、追加で狙っていく可能性はあるんですけれども、ね、今のところまあシンくんが引けてよかったなというような感じで、今回は終わっていきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。赤でした。